はい、みなさんこんにちは。ゆかぺのゆかです。私はすんちゃんです。プロ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 ディ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 、髪の毛変と思うよと思う。レッツゴースピンがすごいこんな変わるんだね、みなさん。今から飲むのはイヴ・サンローランのスーパーマットコンシーラーです。あー、もう買うとこなったんですね。もうないんですね。あー、緑、あのこれはあの下地と思います。下地は緑の方が多くて、そうそういうかけっこ、毛穴大きいから鼻の毛穴から先にずっとズン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 いっていきます。そうそうそう、毛穴を塗ってこうやってなくして、あのサロハスのあのクッションファンデーションを塗ります。まあソロハスって最近孫営業が CM してるんですけど、可愛いですね。孫営業可愛いと思います。ちょっと高いんですけどね。あのソロハスは私のお金で買ったかなまあ一応下地、次このソロハスのあの結構しっとり系のファンデーション塗って、次はネイチャーリパブリックの2万ウォンのやつですね。違うのなんかこれもパクトですけど、ちょっと色がついてるパクトかな。ちょっとボレダがちょっとバラボケよ。あとはハゲンダッツのなんかパクトみたいなやつわかんないけど、また目とかいろいろ塗っていきます。笑わないよ。ちょっと待って、何でこんな開いてんのダメダメダメ、なんでこんな開いてんのにかどうしたらいいだろう。びっくりしたの。入ったすみません、皆さん。本当にすみません。ちょっとキャップ。みちゃんがナレーション。たまーにですね、私結構裸が好きなので、私の夢は後で一人で裸で住みたいんですね。なんか裸が好きです。じゃあ次はちょっと変じゃない？大丈夫？普通のおっさんだよ。そこはうまくないんだね、言うかもな。いやー、取れた、めっちゃ取れたまあまあ、眉毛を長くして、あとこれなんだろう、なんかパンだね、パンパンを隣にちょっと長くして、目を大きく感じる、目を大きく見たいんだね。あんま変わらんけど、まあ次はドップ。ドップ。DUP 塗ります。マスカラですね。ああ、これか。これは最近中国ですごい人気なの。違うの違うんだ。違います。でも綺麗綺麗。スピンと全然違いますね、皆さん。まあ、こうやって塗っていきます。ダメって言った言葉をなんかわかんないんですけど、まあ一応、ブロッシュを塗っていきます。シェドウかな、ちょっとクリームタイプの、ああちょっともちもちタイプ、ああいいと思います。シェドウを手でやってこうやって塗って、あと最後イニスプリですね。まあ韓国の大人気な小学生とか中学生とか好きなのイニスプリやってるんです。あと見えない見えないこと逆だねネイチャーリパブリック、あだから最近結構ネイチャーリパブリック頑張ってると思います。結構いい商品とか、なんか前なんていうか、やっぱ社長が変わったかな。まあまあ最近ネイチャーリパブリック結構ええ感じです。あと唇塗って、間違ってんねびっくりした。いや唇をなんか自分の肌に塗る、なんか自分が結構親戚、なんかニュータイプって感じの、なんかびっくりした。今のは唾の匂い結構すると思いますよ。どういうこと？わかんない。やべ。なになになに、どうしたらいいの？どうしたらいいの？あ？なになになに、どうしたらいいの？あ？何がOKなの？まあありがとうございます。私のインスタの名前はパコホンです。皆さん、パコホンもフォローしてください。ありがとうございます。
あとパコブブ、あの私服屋さんやって、私はインターンです。インターンでいろんな仕事してますから、ぜひ見てください。買ったらありがとう。バイバイ。バイバイ。アンニョン。グッナイト。